タートいたしました男子ジュニア3キロ個人パーシュート予選最終組第5組、日本今村俊輔登場であります。ポイントレースと世界ジュニア選手権チャンピオン、そしてアジア自転車競技選手権大会でもこのポイントレース優勝しました。この3キロ個人パーシュートでも見事な成績を残してくれるものと期待したい。Keep flying.